今情報なんですけれども、まあ、初めて行っていろんな情報があってですね、どうまとめようかなって頭が悩ましてるときはやはり手書きでやはりスタートしますね。あ、その方がまとまりやすい。そうなんですね。で、足りないところとかわからないところを追加取材しながら手書きの中に加えていって、で、まあ、最後はまたパソコンに戻るんですけども、まあ、どちらかというとパソコンが苦手なもんですから、パソコン最初からいじってますと8割そっちに勢力を費やしちゃう。書きたいことを忘れてしまう。そうなんですね。さあ、今夜もお知らせの後、おすすめ旅情報をご紹介いただきます。コンシェルジュ2日家博光の旅しませんか。この番組はニューグリーンピアツナデワヤ他各社の提供でお送りします。首都圏から直行バスで行ける高原のリゾート、ニューグリーンピアツナ。越後で生まれた地酒がたっぷり楽しめる地酒フェアを開催。旬の山菜天ぷらや新鮮野菜も勢ぞろい。お肌ツルツルの高風呂もご用意しました。詳しくは03-5946-2361。白壁が美しい信州須坂、美術館、博物館、小水屋さんなど蔵を生かした街歩きは発見がいっぱい。心身を癒す温泉も湧き、郊外には日本の滝百選の米子大瀑布も。絶景が心に迫ります。須坂市観光協会026-215-2225へ。コンシェルジュ靴掛博光の旅しませんか。TBS ラジオコンシェルジュ靴掛博光の旅しませんか。旅行ジャーナリストの靴掛博光さんと TBS の小川智子でお届けしています。早速今夜のおすすめスポットをお願いします。今日はですね、蔵の町と言われている栃木県の栃木市を紹介したいと思うんですけどね。栃木市といえば江戸の佇まいが残る北関東の小江戸として知られていますね。そうなんですね。江戸と栃木を結ぶ舟運、船による運送ですね、これが非常に盛んなところで、江戸の文化がそのまま栃木の町にも反映されてたというところなんですね。それから古い蔵が約450軒ほど市内に点在してまして、そういった面では蔵の町とも言われてるんですけども、その舟運の中心が町の中を流れる渦間川という川なんですね。非常に難しい字なんですけども、はい、巴という字に波と書いて渦間というんですね。読めないですね、これは。非常に、まあ、物流の中心がこの渦間川だったんですね。でそれによって、まあ、町も繁栄したんですが、この繁栄といいますか、その中心となった船をですね、みんなで復元しようじゃないかということで、今始まっていますのが遊覧船によるこの川の周遊なんですけれども、まあ、そんなに長くは走らないんですけど、往復で600メーター、約20分ぐらいですね、乗って川を行ったり来たりするという情緒あふれる観光もあるんです。栃木駅から歩いておよそ15分、駅前のレンタサイクルを利用しますと、10分弱ぐらいで渦間川のほとりに出ます。栃木かしより綱船で、ゆったり船に揺られているような気がありますが、女性船頭なんですね。すごい屋敷があって、これが昔の海藻ですね、木材を運んだ海藻問屋の塚田家の建物なんですが、現在は塚田歴史伝説館になってます。そういった説明なんかも参加してますね。今週の金曜日から安頓が灯されるそうですね。はい、この7月1日から8月31日まで須磨川安頓祭りということで、両岸800メーターにわたってですね、夕方の5時から11時まで108キロあると思われて、毎年の
者のお使いということで東照宮に参拝に行かれるという霊兵士がいたんですが、その通った道が霊兵士街道ですね。で栃木の町はその霊兵士街道の宿場町として霊兵士が泊まったり、それから大名の方がやはり東照宮を参拝したりということでこちらに泊まったりということで、非常に宿場町としての賑わいも持ってたというふうに伝えられています。